このラインをほぐす、流す。でも文字だと結構するとこなっちゃうかな。そうなんですよ。私は結構これで使う。こっちが。こっちだとこっちですか。うん、すぐ対処法みたいな感じの。ちょっと。真っ青な顔のペタっていく場合でもいいし、もうちょっと引かせたいなと思ったら少し出てて、ちょっとこうエッジを引かせてあげるとメリハリができる健康みたいなところに。それもさっき言ったようにこの状態にして手のひらの上で一回手を得したつもりが動いてる状態、はい、で真上から突っかけ引っかかった時に読んだりとかをして、それがこうなってるとちょっと変わ状況が変わるんだよね。あ、こうですね。そうですね。されるのと、この状態で押されてるとこが変わっちゃうでしょ。自分の見てるのはあまり変わらないんだけど、ちゃんと状況を整えて、で、この方が受けてる方も力抜きやすいと思う。この方がなんかちょっと中途半端で気を使われる。なんか、そう、自分でも支えてなきゃいけないのかなみたいになるので、この状態にしてあげて、当てて、で、ぐーっとこの肩の一番。形状的に盛り上がってるとか、そう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 、こういう感じで、うん、まあ、こうしてきて、私はここに入れる、この肩関節をくるんと、ここですよね、ここもグッと入れて、で戻ってきたりする。でこれ何回か繰り返す。あ、で私は二の腕終わりにしちゃってます。三頭筋もやりたいって言ったので、そう外側の手に変えて、あ、そうか、外側で、手に今通ったラインは、まあ、やったので、はい、ちょい外ラインを行こうかなと。外側、うん、こっち、あ、こうか、うん、はい、こうしていって、また肩関節通ってこのまま後ろに入れ込む。もし入れづらかったらちょっと持ち上げて、でさっきやった上腕二頭筋の本当に真裏って言ったらいいかな、4指のこっち中指、薬指をメインで取って、ちょっとこう肘の、ほんと肘のここまで、ここまでやってくる感じですね。両方取れるじゃないかな。いいですね。で裏側を、まあ、流れで戻ってきちゃうのもいいし、あまり硬い人だったら、私だったらちょっと止めて揺らしたりとか、あ、このところとか、ね、硬いねっていうところ聞きますもんね。そういうのなんかやってもらってるみたいな、満足感通り過ぎちゃうとなんか、あ、気持ちいいけどなんか終わっちゃったみたいな、カチ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 ですか。もう揺らしたい。こっちから行くときちんと三頭筋も通れ、三角筋も通れますもんね。そうそうそう、こっちだとなんか駅側のこの辺も通れるじゃない。なるほど、これでちょっと、幅が広い。一つさ、はい、なんかできちゃうからなんだけど、はい、早い。あ、よくできます。これ早いんじゃん。シャッて入る感じ。あ、つな。わかります。全部のこうリズムが早いんじゃなくて、さ、入りがらでですよね。ここが大事なんですよ、でもね。ここが気持ちいいんですよね。確かに、うん、スンってそうですそうです、なんかね、慣れてくるってことでやっちゃうんだよね。意識飛んでるとダメですね。スンって入るって結構もったいないよね。こう当ててからこうちょっとね、はい、近い感じで進めてあげた方が触れられてる感覚がしっかりと分かる。受けてると分かるんですけどね、されしてると分かんなかったよね。見てるなんか動作になっちゃうから、なんかパパパパやってた方がなんか一見かっこよく見えたりとかしちゃう。見た目はスタイリッシュ。動画とか見てると、あれ、サラ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 やってたらかっこよく見えるんだけど、気持ちいいのかなって思ったりする。なんかこうせかせかしてる感じに感じないのかな。特に受けてね、目つぶってか見てるとこ、そうですね、早いですもんね。当たってない感じになっちゃいますもんね。そう。回数たくさん、なんか時間がなくてできないんだったら、さささって4回やるよりは、1回減らしてゆっくり3回やってあげた方が満足度が上がる。あとは同じスピードで3回4回しなくても、1回目だけゆっくりやって2、3、4って言ってます。あ、そん
こう抑揚がついて、そうですね、もう違うかったりするので、全部を全部ゆっくりにするとそれは時間どんどんなくなっていくから、1回目だけ早くして、2回目、3回目、4ってやって、はい、次の周期の1番目もちょっとゆっくり目にやってあげると、なんかつなぎが、うーん、私は好きなんだよね。素敵、いい、素敵です。力加減。最後まで動画を見てくださってありがとうございます。もしよかったらグッドボタン押していただけたら嬉しいです。それからチャンネル登録もぜひよろしくお願いします。